ポンペイ州の地図千夜便諸島。アンツ干渉は中央下に見える。アンツ干渉は太平洋北西部、カロリン諸島の干渉。ポンペイの西海岸に位置する小さな干渉で、北北西にはパキン干渉も存在し、これらの島々は千夜便諸島を形成している。アント干渉とも、欧州人で最初の到達者はアルバロデ・サーベドライセロンであり、 彼の死の直前の1529年9月14日に、ティドレから、ヌエヴァ・エスパーニャの航路の途中で到達している。その後、アルバロ・デ・メンダーニャ・デネエーラの航海中の死の後に、船長を引き継いだペドロ・フェルナンデス・デキロスが1595年12月23日に、サン・ヘロニモ号で立ち寄っている。アンツ干渉は、ダイビングやスノーケリングで、 観光客に人気であり、ヒメクロアジサシなどの海鳥の生育地となっている。干渉は、南米ファミリーが所有し常に、ファミリーのメンバーが、ポンペイ島を行き来している。島全体が、ポンペイ州の法律によって、サンクチュアリーに指定されているため釣りには、許可が必要になる。島に渡る場合は、事前に許可が必要で、入島料金をあらかじめ払わなければならない場合がある。 2014年になって馬車島に簡素な宿泊施設とレストハウスとトイレが建てられた。ありがとうございます。